年戦争ヨーロッパ戦線を描くガンダム新作、復讐のレクイエム、3DCG アニメでネットフリックス独占配信決定。に対するネットの反応を紹介します。ガンダムシリーズ第1作目機動戦士ガンダム1979年の舞台となる一年戦争中のヨーロッパ戦線にフォーカスを当てた、新作オリジナルアニメーション機動戦士ガンダム復讐のレクイエムが、ネットフリックスで世界独占配信されることが決定した。合わせてティザー PV2 が公開された。復讐のレクイエムの舞台は、一年戦争中のヨーロッパ戦線。制作に 3D ツール、アンリアルエンジン5が使用され、1エピソード約30分、全6エピソードの物語となる。実写ガンダム、予告来たぞ。こんな夜中に、アメリカ時間やね。映画じゃなくてネトフリドラマの方な。ネトフリによる実写ドラマは別企画でこれはフル CG 作品だぞ。企画の発表時期も全然違うでしょ。実写じゃなくて UE 5製の CG アニメでしょこれ。復讐のレクイエムって何か中に臭い。ネットフリックスにて独占配信決定。これはダメフラグじゃないか。どうせ MX あたりで放送してくれるだろう。同じ6話出し時期的にもポケセンやった方がいいんじゃないの。限定配信の時点で特に話題にならず終わりそうな感じある。というか限定配信で話題になった作品あったっけ。独占配信タイトルって配信までは盛り上がるけど話題が持続しないんだよな。話題が持続しなかったからって何なの。それ以上新規を呼び込めない。一番呼び込めるのが新作が出る時だから話題なくなるのも普通なんだけどな。プライムビデオ独占だったけど異様に話題になってた仮面ライダーはすげえな。あの辺の界隈は大体プライムビデオは入ってるんかな。アマプラは映像配信だけのために入るんでなく、アマゾン自体のプライム優遇が本体だから。見せてもらおうか。 3DCG アニメのガンダムの出来とやらを。イグルーの続編かと思ったよ。動いてるの見るとそこまででもないけど、透明で見るとジオラマ感あるな。 EG8 っぽい顔つき。なかなかマッチョだな。ここ最近スマートなガンダムばかりだったから新しい路線かも。ザクヤガウは結構そのままっぽいのに、ガンダムはだいぶアレンジされてるな。これは陸戦型を回収した EG8 に近いやつなのか。このガンダムは陸戦型の現地回収機ってことでいいんだろうか。ちょっと豪華なイグルーみたいなアニメ。主人公はジオンの女パイロットだよ。みんな大好き LGBT カットの髪型した。顔と性格良ければポリコレカットでも構わんよ。まあ性格クソの可能性も高いが。自立した強い女性のテンプレデザインでダメだった。ポリコレカット、ノリスとかゾルタンとか変な髪型のジオン系兵士見すぎて言われるまで気づかなかった。ジオン主役っぽいし、かなり楽しみ。なんかダサい。やられ役がかっこよかったらダメでしょ。やられ役なの連邦の方なんだよな。ジオンサイドの話だし。頑張ってザクでガンダムを倒す感じ。予告見る感じガンダムに蹂躙される話っぽくない。時期的にジオンが配送始めるターンじゃないの。復讐のレクイエムというタイトルからするに、地球に降下してブイブイ言わせてたジオン軍部隊がガンダムによって壊滅的打撃を受けて、生き残りが復讐のために不利になっていく戦況でも戦い続けたら、最後にジオン軍がコロニー落として人類虐殺しといて復讐とかちゃんちゃらおかしいわと突きつけられて悲鳴上げる話じゃね。主人公が己ガンダムってなる系の話か。ジオンの兵士がふまるっくしっと叫びながらガンダムに蹂躙される作品にしてほしい。 PV ラストあたりが父をガンダムの襲撃により愉快なレッドウルフ隊がボッコボコにされるあたりで、それから復讐のレクイエムの復讐部分が始まると見た。ザクが割と好みのデザインなのでグフトドムも見たい。ジオン軍側が主人公とかバッドエンド確定やん。部隊壊滅して生き残りが地球から撤退するとこで終わると思う。ここまでひでえならもう実写でいいだろ。ケツワゴシャーが出るのか。ラッキーボーイだぜ。やられちばー。カンカンカンドーン、デイデイデイ。手のしか知らない実写ガンダム。実際プレステの実写ガンダムツッコミ上すぎて爆笑が止まらんくらいには面白いからな。あれを超えるのは無理。鉄地のウルフェンズ、水星の魔女、復讐のレクイエム、副題に乗ってつけるの最近多いな。タイトルつけたの最近ではないけど、閃光のハサウェイや、ククルスドアンの島もあるしな。ガンダムプラスアルファベットは最近あんまり使わなくはなった。そろそろ機動武闘伝とか新機動戦記とか機動新世紀とか頭につけるやつに戻ろう。令和の G セイバー見てみたい。ザクタンクの描写結構ええな。コックピットむき出しになってるのいいな。また一年戦争に新しいガンダムが増えるのか。またどこかから湧いた謎機体が増えるのか。静止なのかサンダーボルトみたいにパラレルになるか気になる。まあでもちょっと雰囲気の違うガンプラ出そうで楽しみだわ。イボルブをリメイクしよう。UE5 で作ってるのか、ついでにゲームでも出してくれねえかな。今の技術で作った MS イグルーみたいな感じのアニメだ。
バンナム側のオーダーはそんな感じなんじゃね。イグルーの精神的続編な感じになるといいな。陸眼みたいなのがいけるんだからもう何でもありでしょ。でもティザーのガンダムの型形状的に陸眼が型規約っぽい。地上戦は CG だと物理演算で色々映えそうだから楽しみ。宇宙空間だと CG でもスライドするだけだし。もうファーストガンダムはいらない。なんと当時ではありえないのオーパーツ MS がわんさか。すりすぎてガンダム増えすぎ問題。ガンダム関する作品は星の数ほどあるけど結局ファーストから逆シャーまでが一番客寄せしやすいんだよな。UC も客寄せに旧世代の MS 出しまくったしな。現代から想像できる近未来兵器で、地上から宇宙、水中戦までと懐が深いからな。同じように舞台が映った V じゃ、兵器が未来すぎるしね。一年戦争時に一体何機のガンダムが存在したことになるんだよ。RX78 系列は RX 入れて全部で7機、20機ほど作られた陸戦型 RX79 含めても30機くらい。プロトタイプガンダム系列が8機なだけでオーガスタ系のアレックスが別カウントな時点で実際はと設定したら RX78 ナンバーでも好きなだけ増やせる。話とかほどほどでいいからマニピュレーターとか操作してる感ガンガン出して MS 動いてる感、たくさん感じられる作品にしてほしい。イグルーは脚本と演出が良かったけど、今回の作り手はそれを用意できるのか疑問。予告見るといい感じじゃん。イグルーよりも絵も精細で雰囲気あるわ。最初に出た PV 見た時にこれガンダムじゃなくてもいいんじゃねって思ったけど PV にでは笑えそうな波動を感じる。友達と一緒に突っ込み入れながら見ると楽しいかもしれん。重力戦線好きだったんだけどな。それこそジャベリンみたいのでザクと戦ったり。ヨーロッパって言われても、宇宙世紀の地名がよくわからんな。ニューヨークがニューヨークでいいのか、アムロのふるさとが鳥取だか島根だっけか、南極は南極だよな。ヒットしたら、次はアメリカ戦線だったり中国戦線だったり、するわけね。バーニアで飛ぶのかっこいいな。ヒュッと飛んでから、バーニアの水力が追いついてるかのように見える。いいなぁめちゃめちゃ好みの雰囲気。こういう新作がどんどん増えると嬉しいんだけど。機動戦士ガンダム、復讐のレクイエム、に対するネットの反応いかがでしたでしょうか？ネトフリ独占配信の 3DCG アニメとのことだけど、CG 作品なので MS イグルーなどの過去作を連想する声も。一年戦争時代が舞台の作品多すぎでは。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。